どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、激闘最終決戦 A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。全員、右角ですね。まあ、後衛のこの3人に関しては、右角なんですけど、近接ということで、前衛の3人ですね。今回の目玉は、ぜ射撃系です。バコンバコン撃つんで、こいつらで敵を蹂躙していこうという、魂胆です。では、行きましょう。まあ、とりあえず2ターン目のフルタがきついと思うんですよね。しかも一番右にいる、まあ、一番手前にいるこの映画記念で、第1弾の実写映画化の時に記念で登場した有馬なんですけど、まあ、この有馬に関しては覚醒しないと、まあ、なんか使い物にならないみたいなそういう感じだと思うんで、でも今回はね射撃っていうことでこいつ覚醒させたらね鳴神が、ソードモードになって射撃じゃなくなっちゃうんで、もう今回は覚醒はさせません。なんでとりあえず2ターン目を入るに頑張ってもらうしかないということで、とりあえず入るにスキルが回るようにしていきたいが、どうなんだろうな。多分倒れないと思うんだよねこれ。どうしようかな。でエトも使いたいんだけど、バフ代わりにね。でもエト使うと防御力下がるんだよね確か。味方、全員の防御力得てもやばいでしょこれは。さすがに。ってことで、古田は必ずブレイクしなきゃいけないから、ここね、正直ね、いけると思うんだよね。あいつ、一旦ぐらい、野放しにしても。普通に削るけど。とりあえず、アヤトのスキル打っとけば、なんか、回避が上がると思うんで、こんな感じで、ブレイクしていきます。あ、これ最後の一手でブレイクするか。なるほど。んで、あだになったな。ズババババと。これ倒せるのかな。とりあえずあれか、ハイルに回していってみるか。んで、相手の防御力を取り下げて、これ一旦野放しにしてみる、こいつ。それワンチャンあるよね、全然。ワンチャンあると思いますので、ここちょっと野放しにしていきとうございます。どう？強くね。攻撃力 0.8 倍、それきつすぎ。ガチできついそれ。しかもまひってるし。これやばいやつこれ。これメタンコやばいやつか。あ、これメタンコやばいやつや。とりあえずあやと打ってブレイクして。あだになったな。これで倒れてくれるとは思えないんで、とりあえず、あやとじゃねえわ。誰だっけ、有馬か。有馬の名前忘れるっていうね。OKOK、なんとかギリギリ倒したけど、これ、麻痺ってのマジ痛えな。古田が本当に厄介。とりあえず、ハイル打ちます。やって、どうしよっかな。麻痺治ったね。じゃあ、エトでブレイクしちゃう。このターンで蹴りつけれんのかな、これ。微妙なところではあるよね。で、エト出して、ここからはもう普通に攻撃していこうか。エト、ああ、大丈夫、スキル溜まるよね。溜まる。OK。で、これ打って、ガッツリブレイクしての、OK。で、ここは有利属性であるハイルにスキルを回しつつ、いきますか。これどんだけ入るんだろう。あ、一応 0.3 倍だよね。0.3 倍。あ、まあそこそこ。OK。もう十分なんだが。十分すぎるんだが。もう十分すぎる剣について。あえてこいつクソ武器耐久値高えな、マジで。やばすぎ。これエトに貯めて大丈夫かな。これなんか射撃で敵を蹂躙するって言って全然射撃使ってねえ。これはまずい。金木どんなスキルってきたかな。こっち 0.5 倍になってるんですよね、体力が。それがマジキツのキツ。ガチできついんだが、あえて打ちましょう。あだになったな。んで、あえて打って結局エト出すためになりそうだね、これは。で、エト出して、きらめき。
ズワワワワワワワッと、はい、で、ここは入るを 0.3 倍にしていきますか。防御力をね、勝てんのかなこれ。勝てるとは思うんだけども。よし、ここから削っていくか、一気に。あの十字架かねきを蜂の巣にしてやるぜ。ドゥルルルルルルル。あ、終わったわ。そんなにそんなに打つ暇なかった。あ、なんとなくあっさりいけたんや、最終フロア。で、マジ古田がきつかったな。勝てるかどうか分かんなかった。あそこ多分ね、生き残られてたら、あのこっち 0.5 倍になってんな。なんかあいつのスキルで一気にやられたな。はい、ということで今回は全員うかくパーティーでした。あのうかくパーティーね、めちゃくちゃ楽しいんで、このジャコンジャコン打つのがね、音も聞いてて楽しいし、はい、なんか前有馬、ん？コクリアの有馬イベでなんかやったような気がするけど、放送かなんかで、はい、かなり楽しいです。というわけで、よかったら皆さんもこれやってみてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。